ラトビアの国章は1918年11月18日のラトビア共和国の独立宣言の後に構成され、1921年6月16日に正式に採用された。この国章は独立国としての地位を示すために制定されたものであり、国民国家としての地位と歴史的な諸地域のシンボルを組み合わせたものである。縦の上部の太陽は、 ラトビアの国民国家としての地位を表している。この図案化された太陽は第一次世界大戦中に編成されたロシア帝国陸軍のラトビア人ライフル部隊が他の部隊とは異なるナショナルアイデンティティを示すシンボルとして用いていたものである。当時の太陽の図は17本の日差しが放射するように描かれており、それは当時のラトビア人居住地域にあった17地区を 象徴していた。縦の髪型に加えられる三つの星は、ビドゼメ、ラトガレ、クルゼメイコールゼムガレという歴史的な三つの地方を統一ラトビアに統合することを示している。古くから独自の文化があった各地方は、それぞれ17世紀以前に遡る紋章がある。クルゼメゼムガレを象徴する赤いライオンは、1569年に当時のクールラントゼムガレン国の紋章に、 登場している。ビドセメトラトガレを象徴するのは銀色のグリフォンであり、この地域が1566年に当時のリトアニア大公国の支配下に入った時にはこのシンボルが用いられていた。ラトビアの国章はラトビアの画家リファルズ・ザリンシュンがデザインしたものである。ラトビアの国章の正式な使用法は厳密に法で定められている。公的に用いられる国章には 大紋章、中紋章、小紋章の三つがある。ロシア帝国時代の紋章ラトビアソビエト社会主義共和国の国章ラトビアソビエト社会主義共和国としてソビエト連邦の一員であった時代にはこの1918年の国章とは異なる国章が用いられていたが1990年には元々のこの国章に戻された。ありがとうございます。